型商材の安藤でございます。一つ技術の面はこれはこれから職員もだけれど、あの部会とかなんかで儲けるのにはやっぱり施設も必要だけど技術も必要だから、それは作ったらからあとはそう利用してもらって、実際ねこうオランダからも、まあ、視察に来てくれて先進地ということで、で今実際こうそこのハウスで一旦部でその農薬の今のこの温室だからね、天敵の昆虫入れるのにでこれ虫にこっけ出たらちょっと多いからこの時にもう少し足しましょうとかって、そういう今もその補助でやったりやっていくから、まあ非常にまあためになってるなと、あとそれをいかにやるかつこんな方、農協だけじゃなくて、これは折り詰めてる人、農家も一緒になって誰がやってるとかなくて一緒になってやるということが大事だから、そこを俺はまあそこを利用してもらって農家も見に来てもらったり行ったりとして技術を上げてもらうと。思ってるのはそれ、働き方改革もやんねど、それが一番大事だと思ってて、儲けるって今の世代朝から夜鍋やってね、儲かった儲かったっつったってあの次やんねえから、だからまあ日曜日休みで、まあ本当の繁忙期はしょうねえよ、だけどあとは普通に、こう仕事してで、まあちょっといいくれよ、会社員よかちょっといくれでいいから、そういうシステムを作ってやんねど継続できめえよ。これからはやっぱりこう機械でできるものは機械でやっていくというような形できれ、夜鍋でずっとやっていただくんだら嫁たまなくなっちゃうべよだからあと芋もね、まあ、なかなか難しいんだけれど、合併するときに波形の干渉、これやっぱり作る時にね、こう土壌を調べて、土壌の中の成分を調べて、で同じ味にするようなね、でそれさプラスアルファやっぱり新種をリレー式して1年っぺ美味しくしたんですから、これはやっぱりね、まあいろいろ県とか普及所とかそういうものの協力いただいてやったらったけど、これが素晴らしいことだなと思って、これは俺は本当に評価してやる、この芋に関しては。まあ芋はいっぱいあると、芋はいっぱいあるけれど、これ花の足しに食う芋と美味しく食う芋があるんですから、だから波形の芋は、まあ、美味しく食べられる、まあ、それをまあやってきて、これからもそこが一番大事になってくる。食べ物だけは安かろうって食うねえから、なんでもうまくねえけど、ピーマンもよ、本当はそうだろうと思う。やっぱり柔らかさとか人間とかね、みんな同じだった。俺よく言うけど、金太郎飴って言ったの、よろしい。どの箱を開けても同じもんでねえど、金太郎をどう切っても同じもんでねえど、やっぱりね、市場の評価が当たったり外れたりだとランク下がるから、高値にしんのにはここの品物を買っていけば安心だぞというふうになんねえど、俺はダメだろうって。だからそれを常にで、いいものつのは取れんのよ、まあチャンスだね、輸出したりなんかして。やっぱりここは行方はやっぱりこの、まあ、土地もないけれど大きくはないけど、しかし品物をとか表品の価値を上げるような努力をしてあげていくから、ね、メインになるものを、それは60種類あってもいいけれど、いいけれどメインになって、10とか10億20億くれんねえど、何十億なんねえど、選果場とかやるのに、それを俺は波形としては半分なら半分でいいよ、半分だけはその選果場さ持ってくるよと、で半分は今まで通りこうやってるので、一本管できねえけど安心不安定だよやるよと、そうすると夜鍋もそっちは持っていく部分はやりこねえけれど、こっちの部分はやんねえんだねとかって、少しは体の余裕とかそういうのができ、
できるようになればいいなと思ういやそう思ってんだよ本当に。堆肥だってちゃんともう土作り徳のおばさんはちゃんと作って入れてっから、風邪ひろうと言ったら悪いけど全然混ぜたくれで土作りできねえよそれを振ってまた堆肥も踏んだけどなんだけどお前、それは金額的に、ものにはよるけど、だけど甘みの出るもんなんかだったらよ、やっぱり同じ風でも勇気でもあれだよ、やっぱりあの動物性勇気から植物性勇気いろいろあるから、これは水野さんの言ったやな、いい勇気使わなかったら、あの果実の甘み全然出ねえの、あの農家さんだよ、お金お金って言う必要ねえな、ピーマン作っても米作っても何作っても、じゃあ仮に、だからその中で何本指だ10本指だ減るとか、その人に負けない技術腕を持つのが仕事で、そうすればお金は後からついてくったぜ、こっちがいいからこれ作るとか、こっちいいからこれ作るかっつうのは人の後追っかけていっちゃうから、何作っても農家の場合には技術がいいげれ、お金は後からついてくる。